はい、じゃあね、今日はデスクの紹介をしたいと思います。じゃあまず何から。椅子は GT レーシングの、これ前からずっと使ってる、もう2年ぐらい使ってるやつです。次 iMac、 これ編集中の画面に載っててあれなんですけど、はい、前から使ってる iMac です。ノートパソコンにすればよかったなと後悔してます。次にこれ最近買って何やな、嬉しかった、嬉しかった、よかった、光るやつです。で、マイクはシュアーのマイク使ってます。ドイツ製マイクは今後もシュアーがええなと。マイクアームはあのブルーのやつ使ってます。で、あっちみに後ろ行くとスイッチのドックとかコントローラーの予備があって、SSD とか。まずじゃあメインモニターはゾーイのモニターを今回新しく買いました。27インチの 240Hz のやつ。キーボードはレイザーのハンツマンみたいなやつかな。イヤホンもレイザーのやつで、コントローラー、マウスはなんとなく2つつないでます。ロジクールとレイザーにアップルのやつで、ミキサーはヤマハの AG03、 有名なやつ使ってて、これお気に入りのライト、ニコちゃんマークのライトで、右側はサブモニターがウルトラワイドの LG のモニターです。34インチ、以前のメインモニターでもこの解像度アスペクトに合わないゲーム結構多かったので、ちょっと失敗したかなって感じ。これはなんか充電ドックみたいな、 iPad とかいろいろ充電できるやつに、最後はスピーカーです。LG のモニターはスピーカーがないので、まあ別途1000円ぐらいの、確かすごい安いやつ、安っぽい音が好きなのでこれにしてます。で、最後下にパソコンが、ちょっと配線汚いんですがあります。すごい気に入ってるレノボのパソコンです。バウヒュッテのパソコン入れるやつに入ってます。以上です。はい、ありがとうございました。